本日はケータ丸山さん、お世話になったケータさんの展示会に来ています。でここが青山のすごいいい場所なんです。丸山で今回のビジュアルのポスターが、今回2023年のオータムウィンターのテーマはラブミーテンダー。前回も来れなかったんで、ちょっと来ました。どこ？いいですか？そういうのやってない。全部やってなかった。将来なんないから。デザイナーのケータ丸山さん。で今回テーマはラブミーテンダー、優しく愛して、あそうなの、優しく愛してって意味で話したの、あラブミーテンダー、今日はメインはチェックが目についたんですけど、結構ちょっとそのブリティッシュな50年代の気分をちょっと入れたくて、あとテディーボーイっぽい、はい、そういう感じも入れたいので、ちょっと今曲調もね、そうそう、ベースでちょっとロカビリーとかロックンロールとかも入りつつの、はい、ラブビーテンダーでございます。こっちワンフロアは1階のワンフロアが全部秋冬のサンプルになってます。ゴーメンお手伝いで、あそうなんです、手伝ってます。どの道行こうと思ったんで、あの取っちゃえ、どの道、どの道、どの道行こうと思ってたんで取っちゃえ雑あのもうあのお家芸なんで、そうそうそう、お家芸すごいつも優しくしてもらって、はい、で、あのお花屋さんもあそこに5メートルぐらいあるタイプ、5メートルぐらい、いつもどうですか。そうそう、いつもあのイメージドレスですけど、今回はスミレが、スミレの夜のスミレのドレスというかな、いつもドレス必ずありますね、必ず。あとはね、あっちの方にもあの印象的なタイプがある。これ超可愛い。これ結構これと、あとだからこれとかも、これ94年デビューで、来年30周年なんですけど、これとかね、94年のデビューの時のコレクションで使ってたんです。あれそれをそのまま今回使って、そう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 、で今回だから、うん、このミリタリーのスカートとかも94年のデビューコレクションの時のリプロっていうか、かわいい、かわいいリプロで、マーチンとか、うん、お高いお高い感じの、なんて書いてあるの？ラブミーテンダーで、ケータ丸山。ここはね、なんかこの、これの柄を、うんうん、やっぱそうですよね、花をイメージして、欲しいだけやったら、後ろがこう、でもフロントの切り替えもちょっとビスチェっぽくなってますよね。で、ちょっとレディーライト。フリーズが入ってて、奈良さんの YouTube はどういう方が見てるんですか？メンズ多いですか？メンズ、うん、でも奈良さんに憧れてるような、普通に合わせて急に今回新色とちょっと新しい素材で、このカーキと似合そう、着てみようかしら、うん、ちょっとサングラス外してみてほしい、差し入れがやっぱ変わんなくちゃだったらこれの設定ですかね、マラバトモカ、これも似合った、あ、これ、うん、定食のやつね、あえてジャストめな感じのね、サイズ感で短パンだけどね、うん、ピシッとしたパンツを背中に
トラブルみたいなのが1週間入ってます。そこ来てみた、うん、そラメがプリントのピースタにラメ座が普段着で持ってそうな。でこれはボタンがね、貝ボタンじゃなくて、ちょっとメタルボタンっていうのかな、合わせてこういったイージーパンツ、コードの先にタッセルがついてたりとかしてて、まあ、似合うよね。てかこのナイキのスニーカーなんか、ここはちゃんと池田さんだし、ちょっとそこにオリエッセルで。結構やっぱメンズのブランドでこういったデザインのものにしちゃうと割とストリート感も強いけど、うん、結構この華やかな感じ、うん、になるから、うん、2回見ます。2階は春夏、うん、あ、じゃあ見ようかな。2階ですか、いいお店ですよね。そう、丸山邸は普段はもう1階もショップなんですけど、この展示会期間中は2階だけ売り場にしてて、今シーズンの SS の商品が基本的に並んでます。ケイタさんらしい、いいだったんでしょうね。はい、キロとセットアップめちゃめちゃ似合うんです。この期間中なんと 20% オフでお買い求めいただけます。お疲れ様です。似合うね、やっぱり、うん、思ってそう、うんうん、丈が長いというか、横にぐわって広がってるのをちょっとこう畳むっていうか、こうなんかドレープみたいになってるの、前は少し、うんうん、レイヤードできるなと思うんですが、すごい似合ってる、ありがとうございます。これ持って帰ろうかな。マミコイズマミ請求書ね、あの島田さん宛てにね。そうですね、すごいまたイオさんがまた似合いそうなやつを本当だ、テレビ撮られて来てみて、ぜひ絶対に合うかな、絶対に合う、絶対に合う、こっちこっち、来てみて。ありがとうございました。